ホンダ CBX、ホンダ CBX125、CBX125 は、ホンダ技研工業が、かつて製造販売したオートバイである。CBX125 回1980年代前半の、ホンダ技研工業では4ストロークエンジンを搭載する、排気量 125cc クラスの CB シリーズでは、2気筒エンジンを搭載する CB125T と、 単気筒エンジンを搭載する CB125JX が併売されていた。このうち1984年に CB125JX のフルモデルチェンジが実施されることになり、開発されたのが本モデルであり、ヘッドライトカウルを装備するネイキッドタイプとした CBX125 回、アメリカンタイプとした CBX125 カスタムの2モデルが設定された。 1996年に生産中止。本モデル最大の特徴は、搭載される内径 X 工程 58.、58.0、X47.0、排気量 124cc、圧縮比11.0の JC11E 型空冷、4ストローク4バルブ DOHC、単気筒エンジンにある。同エンジンは、1983年に発売された。 c b x 2 5 0 r s ギガバイト2 5 0クラブマン XLX250R 同様に、サブロッカーアームセンタープラグ、半球型燃焼室を可能にし、燃焼効率と吸排気効率を大幅に、向上させるためバルブを放射状に配置する、RFVC を搭載するほか、短気筒エンジンでありながら、低速域から高速域までの吸入効率向上と、 俊敏レスポンス追求からキャブレターを2機搭載するデュアルインテークキャブレター方式を採用した。さらに1993年のマイナーチェンジではエンジン特性を変更したためこれを境に初期型、後期型に分類する向きがある。以下でそれぞれのモデルについて解説を行う。形式名 JC11 丸型ヘッドライトとセパレート型ハンドルを装着する。 ネイキッドタイプ以下の装備を持つ形式名 JC12 角型ヘッドライトとプルバック型ハンドルを装着するアメリカンタイプ以下の装備を持つ日本国内年間販売目標 CBX125 回1万台 CBX125 カスタム4000台標準現金価格28万9000円日本国内年間販売目標2000台 標準現金価格28万9000円に改定し、以下のマイナーチェンジを、実施日本国内年間販売目標7500台消費税抜き標準現金、価格29万9000円に改定し以下の、マイナーチェンジを実施日本国内年間販売目標6000台消費税抜き標準現金、価格33万9000円に改定し以下の、マイナーチェンジを実施。ありがとうございます。